こんにちは、ダジャハオ、ぐるぐるです。今日は八戸市長根運動公園にある YS アリーナ八戸をスタートしていきます。この YS アリーナ八戸ですが、2019年夏にオープンした屋内型スケートリンクです。隣の長根公園を歩いていき、今日今から紹介する蓬莱食堂を行きたいと思います。この YS アリーナの YS とは、左に見えている吉田産業の頭文字を取って YS と名付けています。吉田の吉なのか吉田産業の YS なのかちょっと分かりません。ここは吉田産業目の前にある神社神明宮です。八戸三社大祭の三社のうちの一つになっております。正面から見るとこのような感じになっています。この神社のご神木は今見えている大きなイチョウの木です。直径 1.5 メートルぐらいあるんではないでしょうか。その隣には今でも懐かしいポンプ式の井戸が現役で稼働しております。これから行こうとする蓬莱食堂は、実は11月9日に閉店してしまいました。八戸市裏通り26日町に店を構える蓬莱食堂は、2020年11月9日にひっそりとのれんを下ろしたそうです。創業は1970年、半世紀にわたり庶民派食堂として親しまれたお店が幕を下ろしました。私が中学校ぐらいの時から存在を知っていたんですが、結局行かずに閉店となってしまいました。仲良くしていただいている海猫さんが店内でレビューした動画がありますので、そちらをご覧ください。一番インパクトが残っているものとしては、中華そばが200円。これは僕が知っている中学生の頃から値段は変わっていません。メニューがあったところも現在では取り外されてしまい、何かがあったという雰囲気だけが残っています。ドアの前にはこのような手書きのお知らせが掲げられていました。地元新聞紙デイリー東北によると、店主のおばあさんは78歳という高齢のため、今年の9月頃から体調を崩してしまい、厨房に立つのが難しくなってしまったそうです。50年という半世紀にわたり店を切り盛りしたおばあさん、お疲れ様でした。